あ、いい映画できたよ。何すか今の。お、じゃあどうですか。余裕です。ナイス。何、ちょっと力抜けた。よし。じゃあ、じゃんけんですね。最初はグー、じゃんけんぽい。まさかの。な、1番。1番で、はい。それぞれのじゃあ色を選んで。じゃあ、かわいいピンクでいきましょう。アンコウさんチームです。あ、違う、ピンクチームです。アンコウさんチームか。ガルパンで。あ、よくわかったね。話がない。ちょっと初めてやってみます。ダメよ、絶対。3回ダメよ。おい、これ何が面白いと。ねえ、意味がわからん。ちょっと、ちょっと他のやつ見ようぜ。ちょっと俺、アゼンとしております。これ投げていいの。投げていいです。お、刺さった。ゼロ。刺さったのにゼロ。枠じゃねえかな。あ、もしかして立ち方があったのかな。お、慣れてんな。うわ、慣れてきたよ。慣れてますね。めっちゃうまいよ。おい、なんだあれ、ちょっとおかしいぜ。あ、これ八百長じゃねえ、八百長。おいおい、これずりぞ。なんだこれ、出来レースか。あれでしょ。おい、3人とも引っ掛けてるぜ。最初もおかしいよね。最初が、だから一番いいやつ。いや、それだったら一番やったのに。じゃあ、あの、あれよ、2回目いきます。お、立ち位置を変えてきましたよ。とりあえずそこ、とりあえずそこ、ポーズから入る。大丈夫ですね。意外にそっちの方が入る、当たるから、ちゃんと。ほら、ね、刺さるけど出してみて。お、うまい。急に戻った。立ち位置がもう正面だったからね。やっと刺さった。あ、でもダメだ。ほら、90点だ。あれ？違うよ、あれ絶対あの今使ってるやつがなんか怪しいとよ。なんかあるとよ、あれ。はずせ、はずせ。まだゼロ、ゼロってか外してないよ、誰も。あ、3との外しは結構奇跡。奇跡ですね。ガッター3回ぐらいで。あ、ボリューム。やべえ、俺ドベじゃん。いや、ドベじゃねえって。俺、ドベ。30円です。
全員でどうした？9年前だよ。いや絶対これなんかおかしい。いやちょっといい勝負な。惜しい。まあまあ。変わらない。刺さるんだけどね。刺さっても勝てない。ダントツ1位で決定ですかね、1人は。そうだね。それだけめちゃくちゃレベルが高いんだ。分かった。そろそろ本気になったらいいんだ。分かった。俺一点に下がってんだ、ね。そう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 。結構いいところに刺してるんだ。刺してるけど、その…なるほど、二重の周りで…そう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 。なるほど。でも、打鍵ってそこに飛んでいくかどうか。そうね。ちょっと、2回の狙い付けでもそうなるの。そうね。やっぱそこのね、やっぱ縦に…そうそうそう。結構なるつもり。お、ナイスポーンになるには。まあ、トリプル。トリプル？うん。3だけどね。でも、めちゃくちゃいいんだよ。ちょっと笑ってたじゃん。3のトリプルでそんなに点数高い。お、あれどうしたこれ。ちょっと断トツドベネラーの感じ。あと何回これ。さあ、アンコウさんチーム頑張ってます。なんか結構あるやん、9まであるかな。あ、いいよ。もうダメだ、もうダメだ。お、あ、まあ、ちょっと本気出したね、これ。今使ってるのがなんかチートかなんかですかね。誘導誘導誘導。誰がチートや。狙っていいね。15。おお。え、技は点数高いとこ狙ってる。多分し、あの手堅くいけると思う。マジか。ちょっと頑張ります。さっきから俺20までいってみないかな。必ずいっていかない。おお。いいよ、今ダブル18ダブル。あ、ちょっと掴んできたぞ。あ、ちょっと楽しい。おかしいって。あ、もう無理。もう無理。これなんだこれ。あ、抜けんとこ。300いっちゃったよ。そうそう、これはもう点数を競うだけだから。もうそうそうそう、どんだけ点数取れるか。お、来た真ん中トン。おお、ダブルトン。かっこいいぞ。真ん中2本マジか。うん、100点。いきなりちょっと多分総額もう一気に2位になってる。ちょっと今すごかったね。ただ歩き方がちょっとちょっと膝やられてるもんね、膝が。そうです。今真ん中2回連チャンだったっすよ。ちょっと羨ましく。3ついったらどうなの。ハトトリック。タッフィーとしてボーリングだね。100点の余地は俺にはしかない。まだ分からんの。ちょっとじゃあ本気出しちゃおう。ちょっとスーパーサイズ的なね。ちょっと本気出しちゃおうかな。とりあえず投げとけばいい。とりあえずちょっと取り付けが出るのか。
さっきわかったじゃん。おちょっと待って、あれ覚醒し始めた。やばいな、もう落ちて。おおあと5秒ね。ちょっと保安って感じ。保安か。保安って言う。なんかの監督よ。なんで。俺も次刺した刺した。もう消化試合や。消化試合や。おお、欲しい。もう行ったじゃん。ずっとね、教えとか行くんだけど、さかんねんだよ。八丁よ、八丁。八丁よ。あの、明らかにうさんくさいのが2人おる。一回も。もう決定ボタン押したいぐらいだよ。今のは何でなったの？真ん中入ってた。あの黒いとこ？そうそう。これちょっと。うまいっすね。そこ？うわ、ちょっと極めてきたのこいつ。激しいな、あるね。ちょっとやっぱいいセンターフィングあげるよ。こいつはサイドバックからいいのあげるよ。やべ、なんか俺たちだけ取り残されたはよ終わりはよ終わり次の競技にね、次の競技笑っちゃい、風邪気がしない。この2人だけまだいけるよ。マジで、うん、伸ばさないわけじゃん。一発目外したじゃん。出すのね、これのが。でもこれで60とか20だとか言って、金60とかね。全然まだまだ。まだ全然いける。全然、可能性はまだ全然出る。すごい。あと60、60よし、あと20。追いついたじゃん。うわー、でも結構でもいいとこまで行ってるよ。やべえ、ドベ争いが始まってます。確かにこれがもう最終章かな。ドベ決定。最終章、これ最終章、最終章、ラストなんです。あの、まあ、シッといった最後、大物が、大物がなんか大台を叩き出すっていう。なんかおっしゃった。給料受かったみたいな。ありがとうございます。絶対チートだけんね、あれ。